築地の再開発をめぐり、東京都議会がまたも混乱です。14日都議会では午後1時から来年度の予算案などを審議する予算特別委員会が始まりました。冒頭、小池知事がおととし示した築地の再開発方針に深く関わったとされる小島敏郎元東京都顧問の参考人招致を求める緊急動議が自民党から出されました。野党側はさらに議事進行への不満から委員長の不信任案などの緊急動議を相次いで出しました。現在委員会は野党の一部が退席したまま続いています。